如月賞は日本中央競馬会が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名の如月は陰暦の2月を表す意象。正賞は NHK 賞。JRA の重賞でレース名がひらがななのは東京層と宮古ステークスの2つのみである。1961年に創設された4歳馬限定の重賞競争。1962年の第2回よりの副賞が付けられている。創設時は中京競馬場の砂1200メートルで施行。その後は砂1700メートルへの変更を経て、1971年から1986年までは中京競馬場芝1800メートルで施行していた。1987年からは京都競馬場芝2000メートルに変更され、1991年から京都競馬場芝1800メートルで行われている。格付け表記は2007年に日本がパート愛国に昇格した際、柳井に変更、2009年から国際格付けの疑義に変更された。外国産馬は1972年から出走可能になった。1996年には特別指定交流競争に指定され、地方競馬所属馬の出走が可能になったほか、2009年には国際競争に指定され外国馬の出走も可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、皿計3歳負担重量、別。定2021年の1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円。優勝馬の馬齢は2000年以前も現行表記に揃えている。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。各回競争結果の出典。ありがとうございます。